やっちゃえロンドです。もうやるしかないんです。佐々木隆恵です、配属先は表参道店です。でカラーを武器にして頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。バミカです。ドロフィーユに配属になりました。一生懸命頑張っていくのでご指導よろしくお願いします。とアサナマユリカです。吉祥寺のシャルーム店に配属です。明るく元気な美容師を目指して頑張ります。よろしくお願いします。ひさこももかです。配属は大宮のパルティーレです。昨日私は自分のプライドは無駄なプライドは全て捨てると決めました。この同期7人と一から学び、先輩方の素晴らしい技術を全部吸収して自分のものにして史上最速でスタイリストデビューします。よろしくお願いします。柳田志乃です。大宮のフルールに配属になりました。誰にも負けないように頑張ります。よろしくお願いします。青野しおりです。ロンドルージュに配属になりました。素敵な美容師になれるように頑張ります。よろしくお願いします。沢口流星です。配属先は金賞のブランシです。いっぱい稼げるように頑張ります。よろしくお願いいたします。大阪ひかるです。ロンドンの銀座店です、目標はアカデミーとサロンワークを誰よりも頑張って早くスタイリストデビューできるようにします。よろしくお願いします。できない理由ばっかり並べてたら全く前に進みません。どうやったらできるんだろうっていうできる方法を考えてください。我々ロンドはそうやってできた会社です。できない理由を並べたらたくさんあった。だけど僕たちはできる方法を考えてロンドを作ったんです。そんなロンドでみんなは働いています。僕らができない理由ばっかり並べてたらロンドはないし、ここにみんなはいないわけです。なので一人一人できない理由ではなくできる方法を考える、そんなスタッフたちであってほしいなというふうに、思っています。やっちゃえロンドです。もうやるしかないんです。でもやっちゃえロンドの精神でマジでいきます。まさにこの本当に掲げたね、やっちゃえロンドというスローガンに恥じぬように結果にこだわって、やっていきたいなと思っていますので、はい。でこれ最後のお話になります。これ竹の節が一番下が一番硬くて厚い、本当に一番最初が大変なので、本当にそういうもんだって思って、とりあえずやっぱ石の上に3年って言うけど、あれっていうのは本当に昔の人の言葉っていうので、継続は力なりとかね、本当になんかその通りだなって、生きてれば生きてるほどすごい身に染みることはいっぱいあります。はい、もうこの竹の節は一番下が一番硬くて熱いんだっていう、今ぶつかったのが一番熱いんだと、この先はもっと楽なんだと、それを信じてぜひとも、今日から、頑張っていてください。新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。以上です。千原愛沙、5月からマネージャーになります。ロンド愛はすごい誰よりも持ってると思ってます。で今までは、プレイヤーとしてバリバリやらせてもらってたんですけど、今後はロンドグループをよりいい組織として成長していけるような、こう店舗とかのサポートをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。来てくださるお客様に対して技術の提供はもちろん汚ることなく、毎日のサロンワークに臨んでもらえたらいいなというふうに、思います。で、一応2店舗の統括となりましたが、まだまだ私は未熟なので、皆さんと一緒に、ロンドグループを盛り上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。自分の言葉がその子に伝わってくるというところになってくるので、その承認の土台っていうのを作っていくようにしていけたらいいなと思います。でこれは絶対仕組みでは作れないので、みんな一人一人が人と人とっていうところで考えていくポイントになるので、よろしくお願いします。